突然ライブ始めました。高知のコンビニエンスストア、高知マートっていうスーパーマーケットみたいな感じで、高知のね、本気のバッグがこういう風に無造作に置かれていますね。これ誰が企画したんだろう。今日、11月30日からスタートのイベントです。これね、帰り道になんか新しいコンビニ、いや派手だったのね、なんだろうと思って、そしたら高知なんですよ。高知、と思って、でちょっとね検索して調べたら、今日からイベント開始って書いてありました。高知コーン、そして高知ミルク 41%。 ここねすごい一等地いい場所にあるんですけども、ラフォーレ原宿とか東急プラザ表参道原宿とかある、あのね交差点、あえて古い電話を再現してますね。すごいね、細部までこだわってて、このコンビニ再現しているっていうか、ここはアイスとかが入ってる冷凍ボックスって言うんでしたっけ、バッグがね無造作にっていうか、そのまんま置かれてて、隙間にドリンクとかなんかミルクっぽいのとかも挟まってて、大丈夫なのかなっていうような置き方なんだけど、これなんか売り物みたいですね。ちょっとね近づいてみたんですけども、冷気は感じられませんでした。だからまあ冷やしてないですね、まあ、単純にボックスとして使ってるみたい。これってどういうところで入手するんでしょうね、この外側の入れ物。確かにコンビニとかスーパーとかでこの簡易的な棚板に横棒を引いて引っ掛けてみたいな、こんなね簡単な感じでハイブランドのお店置いてないですもんね。今高知はこの恐竜推しなのかな、なんかこうハイブランドって毎年同じ定番以外に必ずちょっと奇抜な感じのを出すじゃないですか、まあ、ビトもそうだしね、まあ売れるんでしょうね。高知ってハイブランドに入るかな、でもお値段的に結構お手頃価格になりますよね、ハイブランドと言われる中では。ここら辺のアクセサリーもこの置き方がすごいプチプラな感じ、なんか300円とか500円とか行っても1000円とか、こういうのありますよね。駅中のアクセサリーショップとかもこういうのありますよね。でもこれ高知ですからね、置き方工夫してますね。もっと誰だろうこのクリエイティブ考えた方。あ、ここら辺もカラーもいろいろコーディネートされた状態で置いてますね。最近ねハイブランドがこのバッグのストラップっていうのかな、ハンドル部分、ここをね取り外しできるタイプにしていて、でハンドルストラップだけで売ってるっていうケースもただ見受けられるようになりました。でおそらくこれもストラップオンリーでの販売してるっぽいんですよね。そうそう、でねこれライブしてたんだけども、音楽があのお店の中で流れている曲がこれ著作権引っかかりそうだなと思って、まあ、念のため音声はオフにいたしました。それかわいいですよね。これね香水ですね。あとこれがねミニバッグ、ミニバニティ、めっちゃちっちゃいです。でね、イベントは11月30日から12月26日まで、クリスマスの次の日まで、時間が11時から20時、ちょっとね今日だけは15時スタートで、私行ったの6時前だったから結構早い段階で私行ったんですね。たまたま通っただけなんだけど、でもなんであえてこうチープな感じの棚だったりとか置き方コンセプトにしたんですかね。お高く止まらないようにとかなのか、でもね遊び心が大きいんじゃないかなと勝手に想像してます。コーチは最近すごくこういうイベント増えましたね。でこれ買い物かご
でも本当ありがたいですよね。家ちょっと出て数分でイベント行ってまた帰ってこれるっていう環境。この日もね、あの撮影するためのスマートフォンと、あと鍵だけ、あでもあと自転車できたから自転車の鍵、これだけ持って出ました。いや今年もね、あと残り1ヶ月ですよ。この間にいっぱいイベントあるので、まあ、突然スタートするものもあるかもしれないけど、ライブガンガンやりますので、ぜひチャンネルチェック、インスタもチェックお願いいたします。